新たに感染が発表されたのは、新潟市で1319人、長岡市で621人など、合わせて3312人です。一日の新規感染者数は、3日連続で3000人を超えました。昨日現在の病床使用率は69.8%で、重症は3人、中等症は73人となっています。また、新潟市は、 新たに5人の死亡を発表。5人とも65歳以上の高齢者で、このうち4人に基礎疾患があり、1人がワクチンを接種していませんでした。新潟市は夏休みで家庭内感染が増えているとして、基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。これからお盆期間で人の活動が活発になり、 接触機会も増え感染リスクも増加いたします場面に応じたマスクの着付け外しや換気など基本的な感染対策の継続とワクチン接種の積極的な検討をお願いいたしますまた抗原検査キットで陽性となった人がウェブで登録できる陽性者登録センターが明日開設されます